プラなし生活、うん、1ヶ月の挑戦で実感したのはっていう、これ西日本新聞の記事で、はい、なんかこう YouTube でそういう発信をされてる方を取り上げたものなんですけど、日本では年間約800万から900万トンのプラスチックごみが廃棄され、一部は再利用も焼却処分もされずに海など自然環境へ流れ出していると見られる。プラゴミを減らすため私たちに何ができるのか、今年7月の1ヶ月間、使い捨てプラスチックを使わない生活を実践し、その模様を動画サイトなどで公開した福岡市の、広瀬智之さんの取り組みから考えたと。はい、無理じゃねって思いますよね。無理ですね。まず、じゃあ例えばあのこの中で出てくるのは、はい、あのお味噌、はい、味噌汁飲みたいなということで、はい、うん、味噌買おうと思ってスーパー行ったら、うん、もうプラスチックの包装されてるじゃないですか。そうです。だからこれは買えないと、はいはい、いうことで、うん、なんかあの家から2時間ぐらいかかるところにある、はい、なんか味噌屋に行って、うん、あのなんか、容器持ってって、はい、それに入れてもらって、はい、作ったという話があったりとか、インディアンカレー状態じゃないですか。そうですね。鍋持ってって、はい、鍋持ってって買いに行くっていう、はい、広瀬さんが1ヶ月プラなし生活に挑むのは昨年7月に続き2度目、オーストラリアで2011年に始まった酸化型環境運動プラスチックフリージュライがきっかけだ。世界中で1億人以上が参加しているというプラなし生活の最大の問題が包装だ。スーパーなどの商品は肉や魚などの生鮮食品はもちろん、トイレットペーパーまでほとんどがプラ包装され使えない。広瀬さんはエコバッグや食品保存用の瓶を準備。さらに力を発揮したのがシリコーン製容器だ。精肉店や鮮魚店、豆腐店などに足を運び、未包装の食材を買って容器に入れる。そのまま冷凍も冷蔵も電子レンジにも使える優れものだ。飲食店や、カレーやうどんもこの容器でテイクアウトした。飲み物は、携帯コップのタンブラー、コンビニでコーヒーを注いだりした。食用油や醤油などの調味料は量り売りの店を探して調達し瓶で保存した。日用品では固形シャンプーや切り売りの石鹸を専門店で購入。歯ブラシは竹の絵に豚の毛、歯磨き粉は瓶入りの粒状のをネットで取り寄せたと。食器はヘチマのたわしを使うと。洗剤は量り売り店で買ったと。めちゃくちゃめんどくさいですね。めんどくさい。これ逆になんか現代の良さを全部台無しにしてますよね。まあ逆にコストかかることってコストっていうか、はい、なんかあのプラス、まあ、例えばストローだって紙にした段階で味が落ちるじゃない、はい、プラスチックやめましたっていう、はい、そうなんですよ。 あれちょっと猛烈に僕思うんですけど、うん、スタバとかって、うん、例えばコーヒー買いました、うん、はい、なんかフラペチーノ買いましたってなったら、うん、やっぱ500円前後するじゃないですか、はい、500円前後して、うんうん、あのストローで飲むのかっていうのが、そう、本当なんか腹立たしいですよね。味が落ちるのを、うん、店自体が推奨してどうするの。そうだってあれなんか紙のストローって冷たさ減衰しませんか、うん、あれ、はいはいはい、吸ってる間に、うん、そう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 、あの紙の味もするし、うん、なんか本当に嫌だよねあれ、うん、とかなんかあまりにだ、箸だって本来割り箸でいいはずなのに、うん、誰かが掴んで噛んだことがあるような箸を、うん、まあ洗ってるからとはいえ、はい、使わなきゃいけないような形にあの箸になってるじゃない、はい、あの今牛丼屋とかも箸が割り箸じゃないじゃない、ね、両方あったりしますけどね。ああそっか、うん、なるほどね。で、まあ、基本多分その洗い箸ですよね。そう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 、うん、ラーメンとかだって割り箸の方が食いやすいし、なんかまあそういうこととか、なんか悪い方向にその過剰に行きすぎてね、うん、あのなってたりとか、あと横浜市のゴミの分別とかもすごい激しすぎて、うん、洗わなきゃいけない、ペットボトル洗わなきゃいけないって、水はいいのかって、ね、いや和田さんその発想僕ちょっとこの前も聞いてびっくりしたんですけど、うん、なんかなんでラベル外さなきゃいけないんだみたいなこと和田さん言ってて、そうラベル外さないのって逆に僕は衝撃を受けたんですよね。いやペットボトル、いや僕大昔からもう外して捨てるっていうのがもう定番でやったので、そのまま捨てるっていうか、本当はゴミは全部燃やした方がいいんですよ。はい、まあ、あれ再利用した方がエネルギーかかるわけで、はい、うん、だ分別無理ですからね。そうだから全部もうあのやった方がいいんだから、うん、全部もう ぶち込んで燃やした方がいいのに、はい、うん、なんでそのよりエネルギーのかかるね、はい、分別をしてね、うん、あのややこしいことをやってんだっていう。だからいやいや目的がおかしくなっちゃって、ちょっとこのゴミ感の違いっていうか音楽性の違いみたいな、
そうだから一番正しいことを無視して、はい、あの見かけのね、はい、SDGs とか環境保全の方に走っていってるわけですよ、はい、本当はゴミ箱1個にボコって入れて、うん、それで持ってってくれと、で済む話、うん、なのに、いやもう灼熱の炎で焼いたら全然問題ないですからね、うん、プラだろうが何だろうが、そう今だから、焼却所が超高熱で、うん、全部いけちゃうわけですよ、うん、分別して再利用する方が電気代かかったりとかしてるわけですから、うん、本当腹立つわっていう感じですよ、うん、はい、まあ、でもねこういう生活されて、うん、なんかプラ使わないんだっていうこともやってますけれども、うん、はい、これもう金持ちじゃないとできないですね、金持ってて時間が有り余ってないと、うん、この生活はできないなと、うんうん、だってそれこそ田舎じゃ無理ですよね、うんうん、ある程度なんか商店街みたいなところで、うん、なんか小さくやってる、うん、個人店みたいなところじゃないと、はい、なかなかこういうその包装なしで、うん、まあ、食べ物、はい、肉にしても魚にしても、うん、なんか果物にしても何にしても買えなかったりすると思うので、はい、ちょっとなかなか、そうなんですよね、うん、だから洋服とかもさ、うん、このプラスチックとかペットボトル再利用してってで再利用したっていうから、うん、安いなら私もめちゃくちゃ高かったりとかして、はい、なんだよと思ってじゃあペットボトルで作るなってこのジャケットは再生プラスチックで作られていますとか、パタゴニアのね、フリースとか、はい、再生のあれで、パタゴニアは本当ぼったくりですよ、あれ。そう、ぼったくりだよね、本当、うん、ふざけんなと思いながら買ってるよ、ね、買ってるそんなことやらなくていいからこのデザインだったら普通に値段を安くして買うから安くして作れと、そうですね、はい、まあなんだかんだその今ってなんていうか再利用というか、はい、うん、長く着ようみたいなのもあるじゃないですか、はい、服買って、はい、そのなんかどんどん捨てていくんじゃなくて、うん、ファストファッションじゃなくて、はいはい、長く着ましょうよみたいな流れもありますけど、はい、でもやっぱ服って下手っていきますからね、そう、どうやっても下手っていきます、だから結局はもうね、こう毎年買って、うん、そう、うん、行くしかない、まあ、ジャケットとかは何年も着れたりしますけど、うん、はい、シャツとか、うん、インナーなんていうのはね、そんな着れるもんじゃないですし、はい、そう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 、まあね、時代ではあるけれども、はいはい、いやもうだってね、ファーストファッションという考え方も一時期あったのに、うん、今もう何年も着れる服って言った段階で、うん、ファストファッションってダメじゃんっていう、うん、毎年捨てるっていうことだったでしょ、そうですね、冬を越さないっていう、うん、夏服は夏が終わったら全部処分して、うん、冬服を新しいの買うっていう、うん、でタンスを小さくするっていうのが一時期流行ってたんですけど、うん、はい、そのビジネスモデルはアウトっていう形、いや今僕逆にその周回遅れでその発想になってるんです、はい、その発想になってる、はい、いや結局その季節の始まりに全部買うと、そうなんですよ、はい、結局、うん、例えばそのシャツで、うん、なんかメンズって高いじゃないですか、だからシャツ1枚買って1万何千円とかよりも、うん、ユニクロで2000円のやつを、うん、なんか 3,4 着買って、うん、それをこう1シーズン着回して、はい、で新しいシーズンだったら、うん、そのまあ冬物だったら冬物なんかセーターでも何でもいいですけど、うん、はい、そういうものまた何着買って、はい、1シーズン着るとか、はい、その方が新しいし、はい、擦れてなくていいんじゃないかなっていう、はい、うん、確かにね、そういう発想にも僕はなって、それはファストファッションのファストファッションですね、はい、SDGs と逆行しているわけですけどね、それがね結局いいんじゃないかなっていう気がしてます、そうですね、はい、シーシェパード案件は別にパタゴニアがシーシェパードに金を献金してたんですよ、うんうん、イルカとかね、はい、クジラを取る日本人に対して嫌がらせをしてるシーシェパードに、うん、献金をしてるから、うん、パタゴニアに対して腹が立ったから、はい、パタゴニアの店に入って、うん、シーシェパードでかい声で言ったんだけど、ただパタゴニア自分買ってるっていうだからパタゴニアの服が好きだけど、ただシーシェパードって言った客ですよね、パタゴニアの姿勢は嫌いだっていうですのを言いたかったっていう、それだけです、はい、その買わないってことはできなかったっていう結局もう思うツボじゃないですかそう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 買っちゃってる、はい、イヴァン・シュイナードっていうやつが パタゴニアを作ったんだけど、うん、あれの本とか面白いですよ、うん、はい、やっぱこいつ狂ってんなって思うんだけどね、はい、それゆえに面白いっていう、それゆえにやっぱそれなりにやっぱいいもの作るなっていうのは思いますね、世界ブランドですもんね、世界ブランドです、はい、いや本当に、はい、結局シーシェパードに俺の金がいっちゃったなっていう、はい
それだから反日活動の そう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 原資をだからスポンサーとしてやってるわけですよね。そう悔しくてね